知らん。悪い、本当に何も知らないんだ。今回ばっかりは俺の情報網でもつかめなかった。いい子だぞ。先月といい、なんかラッキーな予感がしてきたぞ。俺の強運を甘く見るなよ。音羽香織です。親の都合で突然の転入となりました。まだこの町に来て2日しか経ってないので、わからないことも多いと思います。でも頑張って慣れていこうと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
ちも行こうぜ。ま、そういうわけだ。ほら、早くしろよ。この町みたいに海が見えるのどかな町ってとこかな。近くはないけど遠くもないよ。何度か電車を乗り継げば行けるところだからね。うん、いいよ。向こうの学校って教科書、一緒に見ようね。あれ？どうしたの？何言ってるのよ。こうしないと二人で教科書見れないでしょ。おい、三上くん、聞こえてる？三上くんたら全然反応ないから。そこのところが見えないんだけど、三上くんが肘で隠してるとこ、今そのあたりのこと言ってるんだよ。
悪いね。で？三上くんは授業中に何を思いふけっていたのかな？嘘はいけない。ありがとう。でも今はこっちの質問に答えてね。へえ、隣の私に言えないことなんだ。でも、もう隣であることに変わりはないでしょ？ラブヘビともや、飯食おうぜ。もしかしてまだ買ってないのか？前の休み時間中に買ってくればいいじゃないか。俺だったらそうするけど。やるから早く買ってこいよ。
っとと来いよ。ああ、できない。特に男に対してはな。実はちょっと職員室に行かないといけないのよ。ほら、転校して初日でしょ。だからまだ手続きとかが残ってるんだ。ほんと、これだから転校って楽じゃないんだよね。トムちゃん、一緒に帰らない？ともちゃん？あ、そうだったね。どうも、今坂ゆえです。ああ、そういうことね。私は音羽香る。今朝言ったよね。とりあえずよろしくね、今坂さん。えへ、こちらこそ。あ、そうだ、音羽さんも一緒に帰ろうよ。いろんなとこ案内してあげるから。そうなんだ。ということなの。ごめんね、せっかく誘ってくれたのに。ううん、別に気にしてないから。じゃあ、また今度機会があったらってことでいいかな。そうだね。じゃあ、今度ってことで。あ、いい加減行かないと。じゃあ、また明日ね。バイバイ。ねえ、ともちゃん、音羽さんってなんか感じのいい人だね。しぼんでるの？ゆえは心配してるんだからね。
そうだけど。あれ？シオンちゃんね。クラスメートのシオンちゃんよ。もう、ともちゃんひどいな。あれ？どっか行っちゃったね。それもそうだね。でも、あの子あんまり教室にいないんだよ。そうなのかって、うん。お昼休みとかもどっか行っちゃうしね。もう、ともちゃんの意地悪。って言って泣き出しちゃったの。だからゆえはそれはちょっと酷すぎるよって言って慰めたんだけど。ねえ、ちゃんと聞いてるの？本当に？じゃあ何の話してたか言ってみて。もういいよ。やっぱり聞いてなかったんじゃない。もういいってば。